はい、どうも、Bレジェンド影谷です。今回はですね、Bレジェンドクレアチンの紹介をしてみたいと思います。弊社Bレジェンドのクレアチンはこっちの小さい方 300g か、300g で2480円で、こちら 1kg の方が6980円で、まあ、クレアチンってね、よく聞くサプリメントではないかなと思うんですけれども、まあ、Bレジェンドのものはこのクレアピュアっていうね、ブランドのものをですね 100% 使っておりますので、まあ、品質もね、ご安心いただけるかと思います。で、まあ、そもそもクレアチンって何なのと思われるかもしれないんですけれども、まあ、アミノ酸の一種なんですけれども、飲むことでこう筋肉の中にね、溜め込んで、まあ、パワーを発揮したりですね、あとこう水分を引き込んでくれるので、結構こうバルクアップするのにもね、すごくいいと。だから筋力や筋量をアップさせるのにすごくいいサプリメントだと言われております。で、まあ、BCA とかマルトデキストリンとかね、そのあたりと一緒に取っていただくと、非常にこう体の取り込みも良くなったり、体のパワーでかさ出てきますので、いいんじゃないかなと思います。で、クレアチンね、このローディングって言って、こう先にね、こう体の中に溜め込む飲み方をする必要があるのかないのかみたいな話がよくあるんですが、ローディングされる方はまあ5日とかね、1週間とかぐらいにですね、ちょっと量を多めに取ると、だいたい 20g ぐらいね、1日まあ4回ぐらいに分けて、 5g 4回ぐらいに分けて 20g をまあ1週間ぐらい、5日とか1週間ぐらい取るっていうのがよく言われるローディング。まあ、例えば起きてすぐとか、食後3回取って、寝る前に取ったりとか、トレーニング後に取ったりとか、そんな感じで飲んでもらうっていうのが、ローディング、体の中にクレアチンを溜め込む飲み方なんですけど、で、まあ、その1週間ぐらい経ってからは1日1回でいいって言われてるんですけど、このローディングも必要だとか必要ないとか両方の意見がありますので、試していただいて、こう体の反応を見ていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。で、実はね、僕もこのクレアチン飲み始めの頃はあまり体感がなかったんですよ。というのは、1日1回トレーニング後とか、食後とかに飲んでた時だったらあまり体感なかったんですけど、ちょっと分量を増やして1日だいたい10から20グラムぐらい取るようにしたら、こう体の張りとかね、結構張りパンプ感とかは感じれると思います。張りも出てきたし、そういう意味ではやっぱり分量ある程度、まあ、ローディングじゃないんですけど、分量取らないとダメなのかなと。あと、こう体に反応しやすいしにくいっていうのもあるみたいで、まあ、選手とかね、話を聞いてると、まあ、結構分量取らないとこう反応してこないっていうのも聞いたりしますし、まあ、ちょびっとでかなりこうパンプアップするっていうような話も聞きますので、まあ、個人差あると思うので、なかなかね、もうどれが正解かっていうのはちょっとわからないんですが、まあ、試してもらえればいいんじゃないかなと思います。でね、無味無臭の白いパウダーです。味もしません。なので、そのままね、俗に言うビルダー飲み、パウダー口の中に入れてお水ゴクゴクって飲んでもらうっていうのでもいいですし、プロテインの、ね、中に入れて一緒にシェイクして飲んでもらうっていうのでもいいと思います。ただ、溶けないので、シェイクして飲んで、まあ、グルタミンとかもそうなんですけど、シェイクして飲もうと思って、ちょっとそこにね、溜まっちゃうような感じになるから、ちょっとこうかき混ぜたりしながら、そこに溜まらないようにして飲んでもらうといいかなと。まあ、口の中にダイレクトに入れて飲むっていうのが一番ね、効率いいと思うんですが、まあ、なんかそのプロテインで飲んでもいいし、スポーツドリンクの中に入れてもらってもいいし、まあ、スポーツ&リカバリーね、Bレジェンドスポーツ&リカバリーなんかの、ワークアウトドリンクとして一緒に飲んでもらってもいいし、まあ、飲み方は結構ね、もうこれでなければならないっていうのはないです。ただやっぱりこう体に吸収させるものなので、食後であったりとかに取ってもらったりするのがいいんじゃないかなとは思います。はい、ということで、まあ、マルトデキストリンなんかとね、ミックスしたり、まあ、ビレジェンドスポーツ&リカバリーとかとね、一緒に混ぜて飲んでもらうっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回はクレアチンの紹介をしてみました。ぜひですね、皆さん動画の方グッドボタンよろしくお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。で、 Facebook、Twitter もうやってますので、 Facebook の方はもう5000人のね、友達申請もう満タンまでなっちゃったので、ファンページの方を開いておりますので、ぜひファンページの方をフォローしてみてください。ということで、今回はこれで終了いたします。ではまた皆さんお会いしましょう。さよなら。